こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。スマホゲームアプリをダウンロードしたきっかけ、最多はスマートフォン広告を見てということで、こちらですね、MMD 研究所というところがですね、調査したデータになるんですけれども、スマホのゲーム今、ちょっとした時間にですね、遊んでいるという方も多くいらっしゃるかと思うんですけれども、そのスマホのゲームがどういったきっかけで、皆さんプレイしているのかというのは、やはり、クリエイター、メーカーさんにとってはですね、かなり気になるところかと思います。その中のですね、一番の要因というのはスマホの広告を見てというところで、あったようです。中にはですね、その項目の中には、テレビの CM を見てというのもあったんですけれども、それにも、ついでというかそれにも増してですね、スマホ内での広告というのが非常に効果的だったという、調査がございました。実際ですね、私も、結構遊んでいたりはするんですけれども、その中でやはり目を引くのは同じデバイス、スマホ内でですね見たからというのが一番多いかなというふうに思いますので、その広告の出し方というところでですね、何かお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひともこちらのデータ一度参照してみていただければと思います。ネット上でですね、調べられるものかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとですね、チャンネルの別の動画でこの他にもいろいろと動画を撮っていたりもしますので、もしよろしければですね、他のものも見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。